スロシアのルスラン・カラエフ、また一人未知の強豪。よく我慢した。なんとさすがアンディの弟子ですね。よく我慢しました。今バックキックに勢いに乗った。もう止められない。バライクは止められない。観客をとりこにしています。ルスラン・カラエフスタミナが落ちないですよね。これだけ打っときながら22歳、これが150戦以上の戦いをこなしてきた、ね、戦いの実力これ、ね、え、右が入った。アゼムの右、アゼムの右ですよ。あ、これもアゼムの動きが止まります。今はローブローでしょうか。試合だ。一進一退。アゼンも上げた。ここで落ちたルスラン・カラエフですが、一旦レフェリーは試合を止めます。コーナータイムアウト。そしてニュートラルコーナーへとカラエフを向かわせました。いや、谷川さん、まだわからない。なんとアゼンのあの窮地から一旦ニュートラルコーナーに両者を向かわせました。アゼムの方の、膝がですね、はい、おそらくあの頭をガードしてクリンチからの膝ということで、ポイント一つずつジャッジに減点を命じましたね。なるほど。ガードの膝ダメなんですよね、はい、このラスベガス大会のルール、そのルールに違反したということで、マクスタイに対して今は減点。おお、キック、あ、左入りました。左、あ、アゼムの右入りましたよ。アゼムも負けていない。あんなにやられてながら自分の以上アンディ・ヒルクと一緒にトレーニングを重ねてきました。何やらこう遠い姿もアンディと重なるような、そんな姿になります。アゼン・マクスタイ、アンディがついている。俺にはアンディが右ストレート。アゼンの右効きましたよ。起死回生の右ストレート。さあ、カラエフはどう対抗するか。なんという試合、どちらが倒しても、どちらが倒れても全くおかしくはないハイレベルな攻防、世界最終予選。これまだ分かんないですね。これが大阪への両者の思いです。橋岡さん、はい、平成盛り返したアゼムサイドはね、止血係カットマンもね、気合十分ですよ。完全に血を止めて、そしてリングに送り込んでいます。はい、チーム一丸でこのアゼンマクスタイを後押しします。一方のカラエフ、完全に途中まで勝利は自らの手の中に、そんな試合展開でしたが、一瞬流れを失った。いろんな技がありますね。バックキック、膝も前蹴りも本当にいいですね。ある意味本当に理想の KO ファイターですよね、はい、組まずにですね、クリンチなしで、はい、で膝もパンチフックも受けるというですね、バックブローも後ろ回し切りもできるというですね。11年間キックボクシングを続けてきましたルスラン・カラエフ、ロシアではかなり名の知られた存在、そして数々のオファーからこの K-1 を選んで、あ、右変わりました。アッパーが世界王者になるためにやってきたルスラン・カラエフ。私はこのルスラン・カラエフ選手を、ね、K-1 デビューする前にロシアのビデオ見たんですけど、やっぱり得意技は最後は右なんですよね、はい、右のパンチですね、はい、その右のパンチを今封じているアゼン・マクスタイ。一
方のねカライフの方ですね、今のインターバル初めて険しい表情でしたね。はい、ここも天下の宝刀を抜いてくる。少しこれは効いたか。しかしアズミの根性というかですね、スタミナってすごいですね。まあ、本当アンディフも思い出しますね。なかなかアンディの偉大な功績の陰に隠れてしまうスイス人ファイター。ただ本人はアンディの気持ちを受け継いでいます。顔も似てますしね。時を経て今アズムに受け継がれるアンディの思い。あー効いた、膝が入った、膝が入った、アゼンマクスタイがリングに沈んだ。それでもアゼンは立ち上がる、アゼンは立ち上がる、まだまだできる。ファイティングポーズ、ウスラン・カラエフ、またアゼムをリングに沈めましたが試合は終わりません。なんということだ、なんという精神力、アゼンマクスタイ。これは返したが、これはスリップ、これはスリップです。聞いてますよ、スリップでしたが、今かなり勢いありましたよね。まだね、こんなパンチ打て、共に打ち合う。そしてバッキック回し蹴り、手前を下した。そして一度ダウンを奪ったこの回し蹴りです。残り10秒、 K-1 の歴史に残る壮絶な打ち合い。素晴らしい試合ですね。この膝ですね。その倒れても倒れても立ち上がってくるアゼンマクスタイオカライフ。すごい才能のある選手とアンディ魂がぶつかった、なんか本当に、ね、いい試合でしたね。はい、会場の今ほとんどのお客さんが立ち上がってスタンディングオベーションを送って、そして勝者のその勝ち名乗りを待っています。世界最終予選、大阪への切符は1枚。その大阪への譲れの思いが、この名勝負を、二人の気持ちが、この素晴らしいバウトを生み出しました。アゼムもよく立ち上がりました。さあ、いよいよこれから判定が聞かれます。Sal D'Amato 30-24, all to the winner by unanimous decision, Ruslan Karaev. 2回のダウンが効いた、ルスラン・カラエフ、難敵を下した、決勝進出です。素晴らしいですね。いやでもね、はい、でもアゼムマックスタイム素晴らしい選手ですよ。アゼムの凄まじいまでの精神力、そのパワー、ただその前にルスラン・カラエフのテクニック、力強さ、若さ、勢い、全てが上回って判定は3対0。ラスベガスさん監督、本当に完全に魅了しましたね。2人ともですよね。 K-1 のファンの心をわしづかみ、さあルスラン・カラエフ日本へ。